25歳会社員です。現在大手企業を辞めてワーホリに行きたいと考えています。人生経験として海外で生活してみたいです。ワーホリは遊びだという意見があると思うのですが、お二人の考えを教えてください。ちなみに現在、TOEIC は700点程度で帰国後、転職企画に行かせるように850点を目指します。僕今日はたまたま別の仕事で、朝、うん、大阪で、なんかまあ、経済的な番組ちょっとやらせてもらって、その時の一人の社長がワーホリでオーストラリア行ってそこでビジネスチャンス掴んでたんで、まあ何でも行ける時には行っていいんじゃないですかね。うん、で、ワーホリって別に仕事をするものなので、で遊びではなく普通に稼げる話なので。何の問題もないんじゃないかなと思いますけどね。とか、なんで遊びだと思うのかがよくわからんっていう。だから帰ってきた人の話聞いて、そのワーホリの情報がすげえ良かった話と、不満たらたらで帰ってきた話が、その両極端の方がどうしても集まりがちだから、うん、どっちを信じるかっていう二択になりがちなんですけど、はいはい、別に中間でちゃんと成功してる人もいっぱいいるので。確かに。で別に、ね、日本にいたからといってニートだったら別に何も手に入れないしなので、海外で経験してる方が話のネタ増えるんじゃないかなと思いますけどね。うん